平井弘明です。コースデビューへの道のり第4弾、今のご自身のレベルを一つ上げてみましょうというような内容の動画になってますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。平井弘明のワンナップゴルフ。ずっと練習を例えばされていて、どこまでこのずっと同じ練習をしたらいいのとかですね、そろそろいろんな球を打ち分けてみたいなんていう欲が出てきてたらですね、すごく嬉しいんですけども、自分の今打ってるボールに対してどんな思いがあるかですね。例えばもっと飛ばしたい、こんな曲がる球を打ってみたい、高い球低い球もあると思うんですけども、どういった球を打っていきたいかっていうのを、自分を打つボールを現実にしていくような感じですね。なんでそれにはいろんな、もちろん球筋によって打ち方というのはあるんですが、まず理想を持つということですね。先ほども言いましたが、今よりも少し飛ばしたい、ボールをフックスライスを自在に打ってみたい、こんなクラブを使ってみたいっていうのでもすごくいいと思います。なので今の自分のゴルフに対して何らかの欲を持つということがまず大事ですね。それが向上心につながったりとかですね、練習の継続につながったりいたしますので、ぜひぜひその辺の何か自分のゴルフに対してもう一つ欲を持って練習していただいた方がいいです。二つ目にですね、モノマネ。モノマネすごく大事ですね。好きな選手いらっしゃいます？好きな選手のモノマネをして打ってみる。似てなくてもいいんです。こうやって動いてるなと思って、その動きを頭の中で結構ですので、真似て打ってみるとかですね、そういうのがすごく大事です。あとはですね、ご家族でゴルフやられてる方いたら、父ちゃんのスイング真似してみるとかですね、そういうことでいいんです。そうすると今の自分の動きとどこが違う、こういうふうに動いたらそっくりになった、そしたら自然と打ちたい球が出た、なんてこともよく聞きます。なので上手い方でしたり、自分がこういうスイングしてみたいなっていう方のモノマネをしてみるというのが、やっていただきたいポイントの一つですね。なのでぜひぜひちょっとやってみていただきたいと思います。誰の真似しましょうかね。あまりプロゴルファーの真似をしてしまうと怒られちゃいますので、じゃあちょっと僕の父の真似しましょうか。ざっとこんな感じですね。あとはですね、僕 IBC っていう団体に入ってます。イナバーディークラブですね。ごめんなさい。そこにですね、誰にしようかな。カイ君っていう選手がいるんです。カイ君なんかは、こんな感じです。もうとりあえずでかいボールとビッグバウス特徴です。ぜひぜひIBC に参加して見に来てください。はい。こんなようなですね、いろいろモノマネをするというのがすごく大事です。でも意外と例えば野球選手だったり他のスポーツだったり、結構真似て、あ、こんな人こんなスイングしてたとかって結構見ますよね。そういうのってすごい大事なので、それちょっとやってみてください。最後3つ目のポイントとしては、同じ球を3球連続で打つ練習、これ大事です。これちょっとまあ実践っぽくなるんですが、例えばスライスボール1球目出たとしたら、その同じスライスボールを2球目3球目打ってみる、すごい大事です。これ同じ球を打つということですね。いわばもうゴルフって再現性と確率のスポーツと言っていいぐらいの感じですね、ゴルフは。なのでその同じ球を打ち続けると、もちろん同じミスも出たりします。なのでゴルフが整いやすくなるんですね。こう打ってみないとどういうミスが出るかわからないっていうのがやっぱ一番怖いです。なのでできれば同じ球を常に打ち続ける練習というのを普段からやっておいた方が、いざコースに行った時にすごい役立ちますので、最初は3球でいいです。でもうちょっとこうご自身のレベルが上がってくると、同じ球を5球連続打ってみるとかですね、そういう練習を普段からやっていただいた方がいいです。なのでぜひぜひそれをやっていただけたらと思います。では今回の動画以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。